本日はお忙しい中、報道陣の皆様にはお越しくださいまして誠にありがとうございます。これからワースト謝罪会見を行わせていただきます。ワースタのリーダーの広川七瀬です。私たちはデビュー曲犬猫青春真っ盛りで猫だけではなく犬の気持ちも歌ってきました。ですがそこからすっかり猫一色のブランディングとなってしまい、犬の気持ちを考えられておりませんでした。この度は大変申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。エベックスにやらされてただけなんです。大人に騙されてたんです。猫派です。犬派です。犬派です。ね、猫派です。お静かに願います。今後私たちは気持ちを新たにし、犬の気持ちも忘れずに活動していきたいと思います。この度は本当に申し訳ありませんでした。